弁護士の YouTube ユーザーの皆さん、こんばっぴです。皆さん、僕のチャンネルで、ま、約1年前にタイトル「すみかっこ老人会」ってやつ覚えてますか？ちょうど9月のプロスカ感謝祭くらいでプロスカは4周年を迎えるんですが、この動画を上げた時はプロスカ3周年の時で、1年前のこの動画の内容ってプロスカ最初期からやってる人だけ知ってることを募集して紹介したんですね。だから老人会と。今プロスカを、最近プロスカ始めた方、昔のプロスカ知りませんよね、まあ、知ってどうするんだってところはあるんですけど、まあ、いわゆるプロスカ4年やってる僕、老人の私が昔はこんなんやったんじゃぞと視聴者から募集したリプ見ながら紹介していくという。だから最近始めた方は全然懐かしくないかもしれない。でもプロスカをリリース当初からやってる人からしたらすごく懐かしいと思うんで、まあ、どっちかって言ったら子さんの方ウェルカム企画ですね。それでは早速プロスカ最初期からしてる人だけ知ってること見ていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。ヒントのレベルが今より低かったということで、この画像は2周年記念の楽曲追加キャンペーンの時ですね。わかりやすいよねこう見るとね、こうパッと見でも左の上から4番目ダブルラリアットだし、もうナンセンスなんて、もうナンセンス文学じゃんと一番下の最前線飛ばせ、そしてこの文字数デイブレイクフロントラインしかないしみたいな感じで、プロスカ2周年の時でもまだこんなに分かりやすい、考察しがいのあるヒントが出されていました。でも最近のプロスカさんね、なんと文字数だけ、やっぱタイトルのこれかなと思います。フロムクラフトエッグさんね、今はなき、今はなきとか絶対言っちゃダメなんだけど、まあ、昔はね、カラフルパレットフロムクラフトエッグまでありました。まあ、何かあったんでしょうね、深く追求はしません。事前登録が延期されたこれ僕全然知らなかったんだけどさ、2020年4月ってことなんで、まあ、プロセカがリリースされる半年前、4月下旬から予定していた事前登録開始延期とさせていただきますと。そうだったんですね。リリースの延期とかではなく事前登録の延期です。今日もまた一つ学べました。必要かどうかわからんが、このイベントの曲はもともと別の方が書き下ろす予定だった。その方が体調不良で書き下ろしできなくなってしまったため、ゆうのすけさんが書き下ろしをすることになった。アウェイクナウの時ですね。これは僕もすごく覚えてますよ。まあ、ここにも書いてる通り、体調不良で書き下ろしか間に合わない、まあ、できなくて、もう当時イベントが開催された時は書き下ろし曲追加されませんでしたからね。まあ、違う世界線だったらどのような楽曲が書き下ろされてたのとかもちょっとは想像しちゃいますよね。8歳以上確定チケットガチャがあった。いや、もうそんなものないですからねいや、あったんだけどね、あったけどなかったことになった。まあ、なんかこういうのって全部ワンダショチャンネルの2部とかプロセカ放送局の2部で近藤さんが、まあ、ちょっと必要なさそうなんでなくしますみたいなねパターンが多いんですけど、もう言っちゃえばガルパと全く一緒のガチャがありました。最初期ではないけど旧マシンガンポエムドール、これね、まあ、シャルルとか、まあ、プロセカと他の楽曲もジャケットが変わったりもするんだけど、マシンガンポエムドールは最初このようなジャケットでした。まあ、現在はこのジャケットになったんですが、ライド26と27あれおかしいですよね。もうこの今の表記28と29って2段階上がるっていうね、プロセカの難易度、まあ、結構調整されて難易度が1個上がったり、まあ、なんなら下がる楽曲もあるんですが、この Once Upon a Dream、 そして World is Mine、 なんと難易度が2段階上がってます。だから当時はもうこのまま10年後とか行ったら難易度37とか8に行くんじゃないかと、まあ、言われてたかどうかわかんない。ユニットライクがあったなくなりました。これもね、これもなんだかんだなくなったんですけど、最初はね、プロセカのユニットストーリー、20話のね、20話のユニットストーリー見るためにはユニットランクというものを上げて、メインストーリーが解放されて読むっていう、そういったものもありました。あ、今ですか？ないです。始めた瞬間から全話見ることができます。普通にボーカルついてた。本当に驚いた。全然僕は記憶にないんだけど、まあ、この方のツイート、公式を引用してくれてたんですが、昔の書き下ろし、それこそこれシネマなんですけど、書き下ろし発表の PV、シネマ歌われてましたね。そんなことあったんだって。どこを境目に書き下ろしはイントロだけになってしまったんだと。だんだんコンボ数の表示が小さくなってること。1枚目、こちらが最初期の UI ですと。まあ、コンボ表示のサイズっていうか懐かしいですね。で、続いての UI、まあ、少し変わったなって感じですね。で、3周年後の UI、コンボ数確かにね、徐々に小さくなるのも、最後には見えない米粒サイズになるんじゃないかって。ミックの日のプレゼントがガチャ券だった。ちょっとでも、画質がガビガビなんだけど。まあ、ただ昔はミックの日、生放送中にトレンド1獲得したら無料ガチャチケットが追加されてみたいな。まあ、最大39、まあ、39連分ガチャが引けましたみたいなね。ディスコード入ったらスタンプもらえたくと。ありましたね。僕はちょっとディスコード入ってないんですけど。まあ、ただプロセカ公式のディスコードが開始して、期間内に加入した方はライブボーナスドリンク大とゲーム内のこの豆腐のライブ見ようっていうスタンプがもらえました。懐かしい。限定ガチャで限定じゃないのがある。これもね、まあ、どっかで どこだったかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、どっかで限定ガチャのピックアップって全員限定になったんだよな。まあ、それこそ最初はスペス疑惑っていうのがあって、ピックアップされてる3人目のキャラがスペシャルスキル 110% ってなってたんですけど、まあ、その枠は限定じゃなかったんで、まあ、ここにも書いてるジュンブラっていうのはトーヤくんとルイくんが限定キャラとして追加され、レンくんが工場のスペスキキャラとして追加されてました。今ですね、限定のバチャシンは 150%
まあ僕はちょっとこれの記憶あるけど、もうないもんね。今の UI、あの iPhone の UI もすごい進化だなと思いますね。まあ今見ると、ちょっと昔の UI も恋しいなっていう。もう、あれから4年が経ったのか。はい、リリース記念サンキューログインキャンペーン。感謝を込めて、クリスタルを最大3900個プレゼントされてました。めっちゃ石もらえてるじゃん。これが一番効率的。でも本当にね、老人かいこれ。これも前取り上げた気するんだけど、この曲が一番効率良かったんですね。1回のライブで本当に2倍以上スタミナ消費一緒なのにポイント差がつくみたいな。メルト叩いた方が絶対いいじゃんっていう時代がありました。詳しくは4年前の僕の動画見てください。あ、ごめんなさい。やっぱ見る必要ないです。バーチャルライブのスクショボタンがなかった。なかったですね。押しカメラもなかったけどね。昔のバーチャルライブ懐かしい。もう四角が懐かしいもん。もはや。あと、アリちゃん先輩が可愛い。待って、あの2周年の時よりもっと古いやつ出てきた。これです。好きな曲のジャスビーフレンドが実装されると聞いて始めました。ということで、最初ってこんなんだったんだ。10月1日から10月5日まで。あとやっぱヒント分かりやすいというか、ジャスビーフレンドはもうヒントの時点で明かされてたんですね。オピさんがフィーチャリングをずっとファストという。うるさい。4年前から僕の動画見てる人しか分からないこと言わないでください。恥ずかしいんで。そうです。ドクアキの中で一番のバカは本当に僕です。スマイルオブドリーバーの初めのルイ君 VS M アニズは、もっとトゲトゲした修羅場になっていた。今は修正されてマイルドに。これね、らしいですよ。全然知らないんだけど、ただ僕は当時スマイルオブドリーマーってリアタイで読んでたから、めちゃめちゃトゲトゲした戦いを見てたんだなと。アイストロップ MV のアイリさんポジを推しにしたアイコン大量発生。めっちゃピンとくるもん。このシーンをアイコンにした方が大量発生したっていう話です。絶対今皆さんもあーと思ってます。アサギバーサリー懐かしすぎます。あのアクリルスタンドめっちゃちっちゃいんですね。この画像だったらどんなサイズなんだろうって感じなんだけど、普段買ってみると本当にちっちゃいんでね。報酬の星2と星3は重要で、逃したらゲットする手段がなかった。あしらが昔の頃は交換所なんてなかったんで、一回逃したら本当に二度とゲットできねえんじゃないかってずっと思ってました。オッピーさんは秋と初の星。最初期からやってる、全く関係、僕の視聴者ね。最初期から僕の視聴者やってる方ね、それ。フレンド上限が100だった。まあそうね、今は200か。ちなみに僕はまだ200埋めれてません。パフォーマンステクニックスタミナ今はなきね。昔はこのパフォーマンステクニックスタミナっていうどこにも使用されてない、結局プロセカって見られてるのって総合学なんで、これもワンダシチャンネルで必要ないんじゃないかって話になってなくなりましたが、昔はこのボールがなかった。僕の記憶が正しかったら、開発部の方がお遊びでなんかボール置こうつって出来上がったのがこのボールです。未だにこのボールが置かれてる理由は謎です。ブラヒモが見えてる朝平さんということで、ガチ全然記憶にないんだけど。なんか、で、今見るともう修正されてるんで、ちょっと衝撃でしたね。ちょっとプロセカ運営さん対象年齢を気にした瞬間ですね。りっちゃんポカリのアンバサダーやってた。ちょっと待ってください。もうメンツがそもそも懐かしすぎるんですけどね。これもう4年前とかそういった次元でもないんですけど。はい、そういった感じで、懐かしかったですか。僕はめちゃくちゃ懐かしかったですけど、また定期的に、というかまあ1年後ぐらいに、このプロスカ老人会開催しようかなと思うんで、まあ1年後にはそこの若い、この動画を見てるあなたも老人会側なんでね、また1年後にお会いいたしましょう。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。